大教官、岩村徹。これもやはりメリケン幽霊だ。合衆国のサンフランシスコから国の中央を横切っているかの横断鉄道には、その時随分不思議な話もあったが、何分ロッキー山の山奥を通過する際などは、そのあたり何百里というもの、全く人里離れた場所もあるので、原稿でもあまりいい気持ちのしないのである。この鉄道がまだできた当時などは、その不完全な工事のために高い崖の上に通っている線路が外れたり、深い谷の間にかかっている鉄橋が落ちたりしてために多くの人々が不慮の災難に悲鳴の死を遂げたことが往々にあったのだが、その頃にそこを後から汽車で通り過ごすると、そんな山の中で人家のないところにワイワイ言ってたくさんの人々が集まっているのが見えるのだ。機関手は再三再四汽笛を鳴らしてそれに注意を与えるが、彼らは一向平気で少しもそこから去らないから、仕方なしにまた汽車を動かしてそこを通って行くと、もはや彼らの姿は決して人の目に映らないが、どこからともなく嫌な声で多くの人々の悲鳴するような叫びが山に反響してざわざわといかにもものすごく聞こえてくるので、乗客は恐ろしさに耐えず皆その窓を閉め切って震えながらに通ったとのことである。その当時はよくこんな出来事があったものだと私はある米国人から聞いたのである。